どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、今ね成田空港国際線に来ております。なんとね今日からハワイ旅行に出かけます。ちょっとリクマイラーのね一つの夢でもあった、ハワイ旅行なんですけども、今回ねやっと実現するということで、今回はね私だけではなくて妻とね、今1歳6ヶ月ぐらいの子供、3人で行きたいと思います。でね、今、夕方昼の2時過ぎぐらいなんですけども、もうねチェックインして、早々にね、制限エリア内に入って、飛行機ね今日9時半発なんですけども夜、まあ、ちょっとねそちら待ちたいと思います。それでは行ってみます。それではねチェックインカウンターの前に来ました。本日はですね、見えますかね、ビジネスクラス、2018年ね SFC 修行を行いましたので、あちらのビジネスクラスのねチェックインカウンターでチェックインしていきたいと思います。それではチェックインしていきたいと思います。それではね無事発見することができました。今回は 28C と A ということで、エコノミークラスの、ね、座席となりました。プレミアムエコノミーのアップグレードのオファーがあったんですけども、ちょっとね今回は4人掛けの真ん中2名ということでね、今回は辞退、ちょっと残念だったんですけどね、しょうがないですね。それでは、制限エリア内に行きたいと思います。いやー今日成田空港まあまあ混んでますね。ビジネスクラスのチェックインカウンターも結構並んでおります。それではね無事出国審査を終えました、私がね撮影して、隣に妻がいるというのはね初めてなんで、妻に大爆笑されてますね。で今回ですね、成田空港でエースアイランスということなんで、ゴールドトラックをね初めて利用させていただきました。いやーいいですね。ごぼう抜き感がたまらなかったですね。それではねユナイテッド航空のラウンジにもねちょっと顔出そうかなと思っております。それでは行きたいと思います。それではね、ラウンジを出ましたのでゲートの前に行きたいと思います。それではねゲートの前に着きました。もうしばらくね搭乗まで時間があると思いますので、ここら辺で待ちたいと思います。はい、ご迷惑いたします。こんばんは、お預かりいたします。お待ちください。ひらいよ様ですね。はい、ありがとうございます。それはね搭乗と同時に、今回ねお子様連れということで一番最初にね搭乗させていただきました。それでは行きます。それでは無事搭乗することができました。今回は、ボーイング773-3秒結構乗ってる機材となります。どうする、バーバー
こちらで約8時間ぐらいのフライトですかね、久しぶりのエコノミークラスということですので楽しんでいきたいと思います。それではね、まだ搭乗したばっかりですので飛行機が動くまでね待ちたいと思います。今回はね242という座席で 28AC を夫婦で押さえております。で、子供の方の座席が膝乗せということで座席が必要ない感じになっております。まあね、2座席の2人ですので、まあ、特にねトイレに行きづらいみたいなことはないので、ね、まあこの、ね、8時間9時間ぐらいのフライトですから、ね、まあでも全然大丈夫なんじゃないかなと思っております。それではもうしばらくですかね、飛行機がね動くまで待ちたいと思います。それでは、ね、簡単に、機材を説明していきたいと思います。でモニターがねこのぐらいあってリモコンがありますね。で、ちょっとね荷物置いてて申し訳ないですけど足元はこんな感じですね、まあ、荷物置いて、まあ、このぐらい空いてますので、まあ、結構広いですね。でスリッパ、ANA のエコノミークラスってスリッパ配布するようになったんですかね、ちょっと私は初めてですね。あと、ヘッドホンがあります。あとは、USB があるっていう感じですね。あとイヤホンジャック等がここにあって、あとリクライニングのボタンがこんな感じであります。でフットレストがね、フットレストっていうんですか、足乗せるところがねこんな感じであります。まあでもちょっとどけてみましょうか。どけるとこんな感じですね。結構広いですよね。うん、それではね、まもなく飛行機が動き出します。やはりね、人気のハワイ路線ですね。満席だと思います。
あとクラッカーみたいなのとおつまみですね。あとパンをいただきました。それではね、いただきたいと思います。それではいただきます。ちょっとね、光の加減でちょっと見づらいかもしれない。
でね、あと5時間ぐらいですかね。休みたいと思います。今ね、ちょうど機内食が終わったタイミングでこういう感じでね、ANA ハワイの、ものがもらえました。こちらもね、せっかくなんで中開けてみたいと思います。いただきました。よいしょ、ここ外すのね。よいしょ、ましたね。ポップコーンとバナナマフィンって言ってましたので、いただきました。あとおしょ、まあ、こちらで、ね、お好きなタイミングで食べてくださいっていうことでした。でもこの袋もね、可愛くていいです。それではね、まもなく着陸となりますけども、海の青さがすごいですね。それではね、無事到着いたしました。どうやらね、メインターミナルみたいなところまでバスで移動するみたいですね。それでは乗っていきたいと思います。
それではね、無事ホノルルの空港に到着いたしました。今回は ANA のエコノミークラス特典航空券でね、ハワイの方に来ましたけども、入国審査えげつないですね。本当にえげつなかった。これ毎回なのかどうかちょっと僕初めてなんで分かんないですけども、本当に1時間以上かかりました、入国審査に。いやー、これはね、ニューヨークに行く全然長いですね。ちょっとこれは参りました。それで今ここターミナルの中で、あっち側にね、あっち側から今出てきたんですけども、本当にっていうか、ここ外直結なんですよ。ってことなんでエアコンが効いてないんですよね。で、今私見て分かる通り、私今長袖長ズボンなんですよ。まあ、機内でね、いつも私寒がりなんでこの格好でいるんですけども、辛い本当にむちゃくちゃ暑いですので、まあでもこればっかりはしょうがないですよね。着いてから着替えるしかないですね。まあ、今回はね、東京成田空港からハワイまでね、特典航空券のエコノミークラスで来た動画でした。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログとツイッターもやっておりますので、もしフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。